18位にランクインしたステインズゲートは、大人向けアニメとしてその名を不動のものとしています。2011年に放送された本作は、タイムトラベルをテーマにしたサスペンス SF で多くの視聴者を引きつけました。物語は、自称狂気のマッドサイエンティスト岡部凛太郎が、偶然にも時間を操る方法を発見し、予期せぬ事態に巻き込まれていく過程を書いています。ステインズゲートの魅力は、その緻密なストーリーテリングとキャラクターの深い心理描写にあります。複雑なタイムラインと濃厚な人間ドラマが絡み合い、一度見始めると最後まで目が離せない展開が続きます。特に大人の視聴者は、この作品のテーマである時間と選択に対する深い洞察を楽しむことができるでしょう。また高品質なアニメーションと精緻な背景、美術、さらには感情を揺さぶる音楽もステインズゲートの評価を高めています。主人公たちの葛藤や成長を丁寧に描きながら、その結末に向かって収束するストーリーラインは一見の価値があります。大人の好奇心と感性を満たすこの作品は、アニメファン必見の一作です。